iPhone のストレージを減らす裏技、容量がいっぱいのまま放置していると危険です。解決する方法を5つ紹介します。特に最後の1つはとっておきな情報です。1、再起動。その他は使ってないキャッシュなので再起動しましょう。これでも容量が足りなければこの先を見進めてください。3、アプリを消す。使ってないアプリを片っ端から消しましょう。データって年々増えてきますよね。これから紹介する方法を使えば劇的に減らすことができます。むしろこのまま放置してると更新ができないのでセキュリティ面でかなり危険です。4、写真動画を写す。おすすめは Google フォト。無制限で保存可能です。写したら本体から消しましょう。5、買い替える。